お世話になっております。サイド B の本田です。買いたいもののイメージは決まっているけど、既製品はどれもちょっと違うなんてことありませんか？このシリーズでは既製の素晴らしいプロダクトに最大の敬意を払いつつ、ちょっと違う部分を追加して自作する様子をお届けいたします。初心者らしいやらかしもお楽しみください。オマージュ工房、略しておまこ、本日の作業スタート。今回の元ネタはこちら、ボッテガベネタイントレチャートレザーカードホルダー。特徴的な手編みボディの過剰に主張しないおしゃれさ、和の雰囲気もありますね。もっと編み目の細かいタイプもあるんですけれども、私はこっちが好みです。この製品はカードホルダーなんですけれども、今回名刺入れとして作ります。カードを複数枚入れることを想定したデザインで、段がたくさんありますけれども、ポケットは自分の名刺用ともらった名刺を入れる2つでいいですね。裏も多分同じデザインなんですけど、同じ理由で裏はポケットなしにします。サイズ感は名刺入れと大きな違いはないんですけれども、段数を減らすので高さは7センチに変更します。カラーは黒、マットな風合いにしたいのと、元ネタがお高いので安く作るべく床側を使用します。内張りはスウェードで。JW CADで寸法を取っておきます。元ネタの外ポケットの手編み部分の設計では、ベースとなるパーツに少しずらした切り込みを入れているようなんですけども、今回は素直にベルト状にして編む作りにします。原寸で印刷したものを革に貼って、そのサイズでカットしていきます。まずは今回の肝、サイドポケットの手編み部分。意外とうまくいきました。折り返し部分をやすろうとして豪快に破いてしまいました。目立たないだろうということでそのまま続行。裏から芯材と裏地を貼り付け、ここはミシンでステッチを入れています。表地にも芯材、折り返し部分に裏地を縫い付けます。
このタイミングでロゴのスタンプを押しておきました。裏地を折り返して袋状に、全部重ねて三方を縫っていきます。分厚すぎてミシンが通らないので手縫いです。これでおおよそ形ができました。今回は内袋も一緒に切り揃えたので、スエードを床側で挟むような構造になってしまって、小刃処理がうまくいきませんでした。結局ボンドで固めるという手段を取りました。ボンドで固めた小刃に小刃スーパーを塗って乾燥、ヤスリで表面を滑らかにして小刃スーパー、これを3回繰り返して完成。やらかしもたくさんありましたけれども、イメージ通りのものができました。まっすぐ縫うって難しい。